はい、皆さんこんにちは。お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いします。本日はですね、僕が禁煙してから毎日お世話になっていますお酒についてご紹介したいと思います。僕の周辺でリサーチしたお酒好きの方、お酒が強い方、まあザル状態の方といろいろいらっしゃるんですけど、どんなお酒がおすすめですかって聞いたら、もうバラバラなんですね。ビールだったらこれがいい、日本酒だったらこれ、焼酎はこれ、ウイスキーはこれっていうね、ふざけんなっていうカルズがあるので逆にお酒初心者の方、苦手な方、アルコール弱いんだけど飲みたいなって方が、かぶっておすすめする人気商品、まあテレビの CM などでもかなりおなじみだと思いますが、本日はこちら、ほろ酔い、はい、こちらをご紹介したと。もう今エリカ様が映ってますね。はい。かつては好きだったんですけどね。はい。ということで、こんなものが今出てるんですね。ほろ酔いも一本だけじゃないですね。はい。数としては裏面に書いてあるこのセットはね、白いサワー、ぶどうサワー、桃、アイスティーサワーで、白ぶどう、カシスとオレンジ。カシスオレンジじゃないんだ。カシスとオレンジ。はい。で、ここをほどきますよ。これどうなってるんだろう。テープで止まってるんだね。まあ、ちょっとごめんなさい、破壊状態になりますけど、はい、こんな感じ。すんげー数あるね。まあ、ちょっと並べていきますか。はい、で、今ね、ほろ酔いを見た方、なんだジュースじゃんって思った方いらっしゃると思うんですよ。はい、そこが僕が今回、取り上げた部分ですね。はい。なんだジュースじゃん。そうなんです。苦手な方っていうのは、お酒独特の風味みたいのがあると敬遠しちゃうんですよね、やっぱり。なのでジュースぐらいの感覚で、ファッション感覚で飲めるお酒が、そういう方々っていうのは大切なんですね。僕の周りでも彼氏彼女で、もうこれ一本で半分半分ずつでもう十分だって方がいらっしゃいます。なので、こういうものっていろんな味がある。これね、ここが味噌です。こんだけ同じ種類で味がガーッと揃ってるの、まだまだあるんですよ。例えば、僕今後ろにある、ちょっとごめんなさい、我慢しきれずに飲んじゃったんですけど、蜂蜜レモンね、ちょっと開けちゃったんですけど、蜂蜜レモン、これ美味しいんですよ、ほろ酔いの。はい。で、まあこれ美味しいねって方、みんな好き好きなんですけど、白いサワー、これはウルピセに似てる、ウルピセみたいに似てるやつですね。あと、もうブドウ、白ブドウとブドウサワー、ここは被ってるんですけど、桃、はい、定番のあるジュースの味に似てたりとか、そういうのもあって、ちょっとカシスとオレンジとアイスティーサワーは僕は試してないんですけど、で、これからのシーズン、もう南の方からだんだん、梅雨に入ってきてますよね。はい。正直言います、ごめんなさい。この動画は、今日1日、出す動画を忘れてて、21日、しかも今夕方の5時45分ですね。急いで撮ってすぐアップするっていうね、何やってんだよっていう話ですね。はい、ちょっとゲームやりすぎました。はい。でここで追加で、僕がすんげーおすすめしたい商品、ほろ酔いもね、僕も飲んだことなくて、だってジュースでしょっていう、そのジュースでしょっていう理由はここに書いてあります。アルコール分 3%、 はい、どれとっても、まあ、遠いから見えにくいかな、 3% ですよ。はい。ここでお酒慣れしてる人たち、強い人たちは、いやいやで飲まへんよっていうような方が多いんですけど、ね、ある程度僕も飲んでみて、で、まあ、実況中とか飲むのに、ちょっとろれつが回りにくくなると、酔っ払いすぎると。でこのぐらいの感覚だとちょうどよく飲めて、お酒が入ってるから気分も良くなるっていうね、相乗効果がある。何の相乗効果だろうね、今ね、適当に言っちゃったね、ごめんなさいね。で、僕がおすすめしたいのは、これ限定商品、見つけたらぜひ飲んでいただきたい、こちら、ほろ酔いラムネサワー限定です。こちらですね、がおすすめ、すんげーおすすめ。っていうのは、こちらすんごい夏っぽさを感じます。はい。
僕もね、ちょっとこっち空いてるけど隣に入れとくわ。はい、飲んでみて、初めてこのラムネサワー飲んだ時に、まあラムネサワーなんですよ、そのまんまラムネな感じなんですけど、その感覚を失わずに損なわずに、夏の感じ、お祭りな感じがすごく演出されてるテイストだなと感じました。なのでこのラムネサワー、僕のね買った、僕スーパーで買ったんですけど、にはもう置いてません、これ。はい、で近所のスーパーにはもちろん置いてません。で、このホロヨイっていうのは価格もやっぱりジュースとあまり変わらないような価格で売ってますので、そこもね気軽に買えるポイントかなと個人的には思っています。ただ、飲みやすいからお酒が 3% だからといって、何もね決まりがないわけではありません。やっぱりこういうところにね書いてある通り、妊娠中や授乳期の飲酒は胎児乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。そして飲酒は20歳を過ぎてからですね。はい、でここには書いてありませんが、もちろん乗り物にこれから乗りますよ、運転しますよって方は、たとえ 3% だろうが 1% だろうが飲んではいけません。もちろんです、これは大人としてのたしなみですから、こういうことが守れない方っていうのは、お酒を最初から飲まないようにと、タバコも一緒ですね。はい、吸いながらポン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 捨てるような、道路際にね捨てるような人はタバコを吸ってはいけません。はい、そういう方はまだ大人ではありませんからね。はい、ので、こちらものすごい飲みやすい、確かに話戻りますよ、ビールとか日本酒とか飲んだ後のその飲んでる人の息というか、そのなんていうんですか、味というかね、飲まない人からするとその日本酒の匂いがやっぱりあまり好きじゃないと、ので自分も飲みたくないっていう方もいらっしゃいました。これは僕ね気をつけようかなと思いましたね。ビール臭いよ、お酒臭いよって言われたことなかったんで、そういうことも気にされてる方もいらっしゃるんですね。はい、まあこちらの方のほろ酔いっていうのはお酒臭いっていう感覚ではないです。まあ僕飲んでる本人なんで、誰かに匂ってもらったわけではないので、そこまで分かってるわけではないんですけど、これに関してはさほどクレームをつける方いませんね。はい、で飲んだ感じ、本当にお酒入ってんのっていう感じが最初しました。これやっぱりジュースじゃないのって思いましたね。それこそ、それほどやっぱりお酒が苦手な方、慣れてない方には飲みやすい、抵抗なく飲めるものかなと思います。まあと言ってる僕はお酒飲み慣れちゃってるので、いやこれでもきついよって方いらっしゃるのかもしれません。はい、なので皆さんもね、ほろ酔い、まあジュースじゃんっていう、そういう風に感じてやめちゃうよりも、一度ちょっと飲んでみてください。本当にね、ファッション感覚でお酒飲むぞっていう感じの気合い入れて飲むぞみたいな感じではなくて、もうスルッと抵抗なくすんなり飲めちゃう感じのほろ酔い、僕はねおすすめします。うん、特に明日仕事があってちょっとあんまり酔えないなとかね、そういう場合とかね、うん、軽くそういう気分に浸りたい場合とか、どうでしょう。でこれから夏の季節ですし、どん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 活躍していくお酒なんですけど、はい、飲み方に気をつけて皆さんもお酒をね楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、今回は僕からほろ酔い皆さんにお勧めしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕の動画はケルチャンネル、ケルケルームチャンネル、ケルケルームゲームズチャンネル、そして任天堂ゲームメインとなるケルケルームゲームズ EX でご視聴いただけます。各動画チャンネルは動画解説欄にてご案内しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も解説欄からどうぞ。